スー健ケンタは、日本の元男子バドミントン選手。元日本ユニシス実業団バドミントン部所属。ナショナルチーム A 代表に選出されている。2018年4月から比叡山高等学校の教員。生徒からは、ケンちゃんの愛称で親しまれている。帰婚。2000年、大津市立日吉中学校3年の時、団体、シングルス優勝。2003年、 比叡山高等学校3年の時、シングルス優勝。2006年、日本大学3年の時、早川健一とのペアで、ダブルス優勝。団体との2冠。2007年、4年の時、ダブルス2連覇。2013年、大阪インターナショナルチャレンジで、山田和史とのペアで、ダブルス優勝。以後2015年まで3連覇。2015年、スリルマンカップから、 栗原文音とペアを組む。この大会、3勝1敗の成績を収め、日本の銀メダル獲得に貢献した。この年の全日本総合選手権大会では優勝。ペア結成から1年で、国際大会のポイントを積み重ね、2016年5月5日付の世界ランキングで18位に入り、リオデジャネイロオリンピック出場を決めた。オリンピックでは、 予選リーグを2勝1敗の2位で決勝トーナメントに進出し混合ダブルスとして日本人初のベスト8入りを果たした。ありがとうございます。